様が1000人になりました。いつも応援してくださり本当にありがとうございます。10ヶ月間120本のブログと動画を同時に出してみて、ブログの読者様の層と YouTube の視聴者様の層がずれていると感じたことなどをお話ししたいと思います。母のブログで求められている大学受験の内容は最低でもマーチ以上、できたら早慶や旧慶を目指してほしいといった感じです。かたや母の YouTube チャンネルで一番見られている動画は日東駒線の動画なのです。まず求められている大学の難易度の乖離に頭を悩ませました。また投稿時間にも違いがありました。 YouTube は平日夜と土日にたくさん見られます。それに対してブログは平日の朝と夜の通勤時間に一番読んでもらいます。そして土日はあまり読まれないのです。この違いからどの時間に投稿すべきかについても悩みました。ブログだけを書いていた時代とは違って、ブログが動画用でもあったため、会話文が多いブログとなってしまいました。その点についても実は大変苦しみました。何度もブログ用と動画用は別に書くべきだと考えたのですが、パート主婦なので普段はパートもあり、両者を書き換えることに断念しました。ブログはなんとなく息抜きで始めましたが、 YouTube は目的を持って始めました。その目的とはパートを減らすことでした。 YouTube を収益化して、そのお金で週4のパートを週3に減らすことです。そして昨日、ついに収益化審査に受かりました。審査期間は2日でした。ブログのために Google AdSense をすでに持っていたおかげで早かったのかもしれません。1000人を機に母は新たに決意したのです。こんなに皆さんに応援していただいている、ここは何としても動画配信を頑張って広告収入を増やして楽ちんな週2の勝ち組パート主婦になるんだ。この度は本当にありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。